咲く音を立てながら、あなたはどん兵衛食べていた。どうしました、どんぎつねさん。どうもこうもないです。なんできつねうどんじゃないんですか。今日は天ぷらそばの気分なので。え、そんな理由。はい、では失礼して。あー、やめて、裏切りの音がする。耳そこなんですか。今のは見なかったことに。了解です。サクサク天ぷらのどん兵衛、食べに行く。